界で最後に皆既日食が目撃されたのは2017年で、この現象は熱烈な天体観測家たちを歓喜させました。 This is absolutely insane. しかしこれが稀な現象ではなく、皆既日食が日常的なものになったとしたらどうでしょうか。あなたは真っ暗な中で生きていけますか。皆既日食はいつ起こるのでしょうか。月はどうなってしまうのでしょう。これが What if もしだったら。今回はもし永久に皆既日食が続いたらどうなるかについてご紹介します。太陽を貪るドラゴン、巨大なピューマの悪人、2頭の空飛ぶ狼。古くから様々な文明で日食は人々を混乱させたり、人々から恐れられたりする現象として解釈されてきました。2017年の皆既日食でさえ、米国の電動車グループは黙示録が迫っている兆候であるとの主張を提起しました。でももし次の日食に終わりがないとしたらどうなるでしょうか。ここでは非常に特殊な状況でのみ発生する皆既日食についてお話しします。まず第一に、新月の時期でなければなりません。第二に、月が地球に最も近い位置にある必要があります。これを近地点とも呼びます。そして第三に、月は太陽の真正面になければなりません。 It's like a sunset all the way around me. この稀に見る惑星の位置関係がある日突然普遍的な現象になってしまうのです。でも心配しないでください。四六時中月の影の中で生活するわけではありません。月の影には2種類あります。アンブラは暗い影の中心部、その外周は半影で、太陽光が一部月によって遮られている部分です。アンブラの直径は 267km で、これは米国のウエストバージニア州とほぼ同じサイズです。地球の地軸の影響で、この大きな影は季節により地球の様々な地域を移動します。アンブラ以外の地域は半影になります。日の光は届きますが、以前ほどの光は得られません。世界は少し薄暗くなってしまうでしょう。この影は昼夜の日照時間のサイクルと密接に関係しています。皆既日食によってこのサイクルは大きく乱れ、自然の周期が崩れることになるのです。アンブラの中では気温が約5度低下します。このようなわずかな変化でも大きな影響があります。気温の変化と日光不足は農業にとって大きな問題にもなります。この新しい光と闇のサイクルで作物を育てるには、新たな栽培方法を模索する必要があるでしょう。また季節性情動障害、または SAD 患者も増加するでしょう。高緯度地方の長い冬の期間に日光が不足することで、この種のうつ病は起こります。月の影の中では SAD に似た絶望感や気力の喪失などの症状が現れるでしょう。新しい病名をつける必要がありますが、日食性情動障害とでも呼ぶべきでしょうか。一般的な皆既日食では、アンブラは地球上を西から東に移動し、約 7.5 分しか続きません。これは月が地球の周りを周回するためで、これにより日食が起こり続けることはないのです。つまり日食が起こり続けるには、月の周回が止まる必要があります。月の周回運動がなくなれば、月は地球の引力に抵抗できなくなるため、月が地球に衝突し、地球は破滅するでしょう。だとすれば、皆既日食は本当に地球最後の日を予兆するものになってしまいます。皆既日食が観察できるのは一生に一度の機会です。これからも皆既日食が非常に稀で儚いものであり続けることを願いましょう。地球上の生命は太陽と月の予測可能なパターンに依存していて、宇宙の秩序が乱れた場合、私たちに深刻な危機が訪れることでしょう。地球が急に止まり、太陽の周りを周回しなくなったらどうなるのでしょうか。しかしそれはまた別の What if で